長岡教室の、玄関前にある小さな花壇、陣長芸があるんですけど、だいぶ前に小さな苗を植えた、木がこんなに大きくなって今いっぱいの花をつけています。まだつぼみが多いんですけど、近寄ると本当に、かぐわしい香りが漂ってきます。今日はそこの前で、春にちなんで慌て床屋を演奏しようと思います。慌て床屋でしたね。ではまた今度。